こんにちは。6月25日、みんなの銀行ニュースでございます。今日のみんなの銀行を開いていくと、9000円になっていたんですね。ということは、昨日の放送では7000円でしたから、昨日の放送をご覧になった方の中から、お二人の方がね、みんなの銀行を開いてくださったということですね。まあ、私も1000円入るんで嬉しいんですけども、これによってね、みんなの銀行の活動ができるのが何よりもいいじゃないですか。ですので、今回はですね、どのようにしてみんなの銀行の売り上げを上げていくかについてちょっとお話ししようかと思います。まあシンプルですよ。私が一番おすすめするのは、私が YouTube でやってるような、これと同じことです。これを毎日やるんですよ。そうするとね、見てる人がやるんですよ。まあ、すぐにはそうならないと思いますけどね。で、 YouTube を始めたばかりの方、諦める必要はありません。みんなの銀行みたいなお得のアプリなんてのを紹介することによって、今まで視聴者さんがいなかった人も視聴者さんをまず増やすことができるんですよ。いきなりみんなの銀行のアプリやらないかもしれませんけども、お得情報を発信する YouTuber さんっていうのはやっぱりね、受けるんですよ。受けて信頼されて、信頼の向こうにチャンネル登録があって、そして次の動画も楽しみにしてくださるんですよね。で、次の動画っていうふうに見ていくと、あ、この YouTuber さんはいろんな情報をね、定期的に発信してくださる方なんだなっていうふうに思ってくださるんですよ。で、その中でももう毎日のようにしつこく自信を持って紹介するみんなの銀行みたいなアプリをやっとね、登録してくれる日が来るってことなんですよ。だから3日や4日連続してね、みんなの銀行を紹介してゼロでしたって言って、それで諦めちゃダメですよ。私も毎日やってるでしょ。チャンネル登録1万人以上いるのに、こうやって毎日やるんですよ。だからチャンネル登録が1万人なかったら、もっと熱心にやってもいいぐらいなんですよ。でも1週間とか2週間でもうダメだと思って諦めちゃうでしょ。私はね、いくらでも行きますよ、ね、だってこれをやることによって自分も稼ぐことができるし、今まで稼いだ経験のない方もこれによって1000円は絶対に稼がすことができるじゃないですか。だから自分がこの活動をやめるってことは、人に1000円以上稼がすチャンスをもう道を閉ざすってことなんですよ。だからみんなのためにと思うんだったら、みんなの銀行を広めていく、お金かかんないわけでしょ。登録5分もかかんないわけでしょ。でいいじゃないですか、それで、ね、まずは1000円を稼ぐこと。なんだ1000円かじゃないんですよ。マックス30万ですよ。まずね、やってもしょうがないかどうかは30万まで行ってから思った方がいいです。私は今まで40から48歳までお金を稼ぎ続けてきました。なぜ稼げるかっていうと、こういうのをあだ名取らないからなんですよ。こういった1000円を確実に翌日にもらえるやつってのをやるんですよ。 A8 ネットのセルフバックとかモッピーもやるんですよ。で、一気に30万、50万稼ぐっていうのはもっともっと先の話です。こういうふうな細かい情報をたくさん詰め込んで多くの人とつながるからこそ、速稼塾っていう大きな商品を紹介するチャンスが生まれるんですよね。それにしても速稼塾をね、みんなが購入するわけじゃないですよ。何人かに1人ぐらいなんですよ、ね、それこそ10人に1人かもしれません。でもそれでいいんですよ。だって紹介した商品が全部売れるわけないじゃないですか。何人かの方が買ってくれる、だから支えられていくんですよね。で、購入していただくときに、高い商品っていうのは一括払いがなかなか難しいです。ですので、またね、これは高い商品を売るスキルが必要になってくるんですよ。そういうところを最初からやってもダメなんですよ。まずはお金がかかんないのに、時間も手間もかかんないのに、1000円を稼ぐってことを大切にしていかないと。1000円が絶対に稼げるようになってから、次の金額のことを考えていくわけですよね。私も毎日毎日みんなの銀行のアプリ紹介しますよ。しつこくね。そんな4万5万入ったんならいいじゃないかっていう気持ちじゃないです。マックス30万いくまで私はこれやります。もしくはキャンペーンが終わるまでね。下手したらこれ今年いっぱい私やってるかもしれないですよ、ね、そしたらみんなの銀行のこういった紹介動画ですら100本とか200本になってくるんですよ。どうってことないですよ、100本200本取るのね、うん、ということでございますね。しっかりと紹介活動しないとみんなの銀行1000円すら稼げませんね。もうお金を稼ぐってのはそういうことなんですよ、うん、まあ稼いでいきましょう。